水飲み、インド飲み、インド飲みのこと思い出しちゃってごめん急に面白くなっちゃった。インド飲みめっちゃうまいの。何インド飲みって。あ、いや見る見る見る、ね、怖い。見るインド飲み。何インド飲み。見せて、見せてあげる、うん、どこの角度がいい。どの角度でもいい。何見せて。じゃあそこで。何これ。何これ。これってインド飲みっていうの。インド飲みっていうらしいの。これ私すごい下手くそで、なんかここね、ナピめ、ごめんなさい、あの後見ました。ナピめっちゃべちゃべちゃ、ここら辺べちゃべちゃにしたんだけど。そう、今日しかもなんか皆さん3人ともべちゃべちゃになってましたよ。そうそう、アーリーがこれをさ勢いよくここにドンって置いた時に見せ見せと思って、そうインド飲みのことパッて思い出しちゃってすごい笑っちゃったし、しかも今ねあの始まる1分前にさ、えちょうどインド映画の話してたじゃない。確かに、ね、そしたらさマネージャーさんがさ、バーフバリーアマプラで配信やってるよねみたいな、アマプラで来てるよねみたいな、うん、言って、あそうですよね今結構バーフバリーやってて、うん、って言ったら、えどこって言いましたってアーリーが言って、え鎌倉。いやそう、待っていけないぞ、待って鎌倉バーフバリ鎌倉やってるわって言ってて、あ鎌倉の映画館でやってんだへーと思ったんですけど、遠いなと思って引き返しちゃった。ちょっと嫌がらせやん。鎌倉かと思って、なんでそんな局地的に、しかもなんか鎌倉でやってるなんて情報を仕入れて話してくれる。鎌倉でやってるな。だから鎌倉でしかやってないから教えてくれたのかなと思って、遠いなと思って鎌倉でした。鎌倉アマプラね、ちょっとインフメルからしか、鎌倉アマプラ、インフメルからもしかしたらちょっと今ラッパーの人いたら参考にしてほしいんですけど、鎌倉アマプラできますよってね。はい、ごめんごめん、しらすちゃん、せっかく来てくれたのにもうわちゃわちゃしてごめん。はい、改めて本日のゲスト急遽来てくれました。ありがとう、しらすちゃんです。天下部は1,2,3,4,5 回目。そんなにめっちゃ来てくれてるやん。えでも5回も来てるけど、うん、この3人っていうのが初めてなの。そう、ね、初めてなんですよ、うん、なんと、なんか結構その、うん、ワールドワイドな会議で結構あれだよね、めっちゃ12時間もう無理です。12時間でさせていただきまして、その後もうちょっと短めの4時間ぐらいでやって、うん、同期全員で来て、あそうだそうだそうです、同期で、でその次が前回はナピさんに、うん、あの風邪ひいた時の夢って言わしめた、あそうだ、私がね、そうそう、お休みしてる時のやつだ、はい、繰り広げまして、うん、今回です念願かなって、やっと3人、うん、わー、でもあの私がいない時のしらすちゃんの回スタッフさんの超お気に入りだから、なんで天才だって言っても超お気に入ってるんだから。あれ親戚に頭おかしいって言われてる。親戚見てるの、親戚見てるの、親戚見てるの、検索したら上に出てくる。そう、切り抜けにされてるからね、やばい部分が。声優頑張ってるんだなって思って見て、声優あんま知らない親戚が見て、何がどうかしてると、あれ本気でやってると思ってる。サホにさ、しらすサホって検索したら2件目に出てくるんだけどみたいな、ごめんみたいな。ありがたかったです。私が熱上がったやつね。そう熱ね、カタルスあるのに、あんなにコメントであのナピさんを求めてたこと、うん、多分ないですよね、これからもこの先も。これまでナピ戻ってきてみたいな、ナピ戻ってきて止めてって。でも私がいないから暴走して楽しかったんじゃん。いやいやいや、楽しかったね。ツッコミないから、途中で2人とももう私たちじゃどうにもならないと思って、あーってって思って、そうお互い離れて、ギター取り出した時はすごい天才だって思って。ギターと思って、弾けないんだから、弾けないんだから、弾けないと思ってるんだから、今回もこの間ナピさんとお家お邪魔して遊んでた時に、なんかでチキンとかいいねみたいな、今度企画でやろうかなみたいなことをおっしゃってて、え行きたいとか食べたいとか、そうサホとやりたい企画があるってなって、目の前にちょっとチキンがチラ見してるんですけど、そうこれはね後半にやろうと思ってるので、うん、皆さん楽しみにしててください。はい、じゃあメール読んでいきますか。はい、読んでいきましょう。よいしょ、か壁ネームカミソリのたかしさんからいただきました、はい、ありがとうございます。カミソリ春瀬さん、江原さん、ゲストのしらすさん、こんばんかべ、こんばんかべ。しらすさんといえばマウスの同期組として相原さんとは大の仲良しで、春瀬さんとに対しては先輩として尊敬を込め、ナピ様とお呼びして射程関係を築いています。2人
二人きりの時はナピさんだよね。外で呼んだらやばくないですか、ナピ様。ナピ様。ジブリじゃない。ナピ様。ナシカです。ナシ様。ナシ様マスクをしてください。もうグッジョブしちゃうじゃん。吸いすぎたかなるやつね。そんなまさに馬の合う3人ですが、お互い仲良くなったきっかけや、こいつのこういうとこが好きという部分を教えてほしいです。以前にも話されたことがあるかもですが、せっかく3人揃ったのですし、改めてお話を聞きたいですということで、ね、ね、いやでもここの方が濃いから、まあ、付き合いはそうですね、仲良い養成所の時からだから、うん、仲良くなったっけ。めっちゃ電話もしてるイメージ。あーしてます、うん、ちょこちょこ、うん、結構しょっちゅうしてます、ね、LINE はほぼ毎日してるし、うんうん、でも私が結構最初にアプローチしたかも、うん、サフに。お養成所の、そう養成所の時、うん、2年生の時の最後の方に、うん、そうそうそう、アニソンのライブがあって、あ、そう、そうチケットがもう一人行けて、うん、誰誘おうかなと思った時に、うん、あサフと話してみたい、でもちゃんと話したことなくて二人っきりで、うん、でその時にサホを誘って、そうまだ壁があるからお互いになんか、うんうんうん、なんかサホ丸ありみたいな感じでその頃まだサホ猫かぶってんだちょっとまだなんかちょっとまだちょっと距離はありつつも、うんうんうん、ちょっと仲良くなるきっかけがあって、そっから多分うちの家に、あ、行ったね、誘って餃子作りたいみたいな気持ちが溢れた時に、うんうん、その声かけてもらえたのが良くて、うんうん、もっと仲良くなりたいなと思って家に来てもらった日に、うん、完全になんか確かに結構心の扉開けた気がします。おお、餃子作りながら、餃子作りながら、餃子作りながら、美味しかった。よくなんか本当にしょうもない話をずっとして、うん、確かにそう、うん、面白いなって。2人の話、来てる話とか聞くと本当にしょうもない本当に、うん、なんであの、うん、朝まで電話したんだろうって話す内容忘れちゃうぐらいしょうもない、うん、内容話してるんですけど、こいつのこういうところが好きはしょうもない話してても楽しくて笑ってくれるところ、うんうん、が、うんうん、なんか続いてるのかなって。私の好きなところは、ね、あの多分笑いのツボが一緒のところですかね、うんうんうん、とやっぱりその予想を斜め上ってくるところ、うん、やっぱり予想してみるところあるじゃない。確かにね、そうだね、鎌倉とか言わないもんね、鎌倉、アマプラたまに真面目な話をしてて、やっぱりこう、うん、悩みとかもやっぱり相談とかしたりしてて、うん、真剣にしてる時に、うん、でも面白いことを、うん、本人はめっちゃ真面目なんですけど、うん、ちょっとずれた時があって、ね、それがすごいなんか肩の力が抜けるというか、ね、いや面白い、いいんだよ、ちょっといいんだよ、そのままだとどんどんこうなっちゃうから、うん、なんかこうふってなって、あ、いいなって、こういう友達、天然の世界をね、そうです、そうから、こういう友達いると私幸せだもんなって、なんかこう改めて自分を思える良さがありますね。だろうな、ここはもうやっぱり初めてその番組をやるってなった時に、会った時に初めてナッピーの存在を知ってたので、はっはっはーみたいな、もう何回も話してるんですけど、もう登場した瞬間から可愛い、私よりちっちゃい人ってステージかなんかで違う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 よ、違う、丸の内線全然違う、丸の内線の改札みたいで、うん、私より小さい人ってなかなかあんまり合わない、うん、か同じぐらい大体、うんうん、ちっちゃい、守らなきゃ先輩なのに変わんないよここ3人変わんないよで、そしたら何センチ150、そう、嘘つけ、嘘つき119、ほら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 変わんないよ、140代145、ほら変わんない、4センチなんて誤差変わる変わる変わる、大台に乗ってないじゃん、150の大台になってないやつがそんな、なんか人のことちっちゃくて可愛いとか言ってるわけじゃない、あっちしか言ってない、あっちしか言ってない。それでなんか私は勝手にすごい可愛らしいイメージだったんで、まあ、前お話したんですけど、なんか、うん、はにゃんふにゃんみたいな、勝手にね、あ、私がみたいな、私がはにゃん、あ、そうだ、はにゃんはにゃん、アリサちゃんこんにちはみたいなやばなんかあの絶対走り方こうじゃんそうそうそう、え、片手にクマさんとかウサギさんとかなんかそうえそうえで私のお友達なのそうそうそうおかしくないって、もうそれがあってもおかしくないって思ってた勝手にそう、うん、そしたらもうなんかもう多彩で
視線もあってツッコミもしてくれて、いやでもわーってなってても多彩かもしんないじゃん。そうですよ、どっちでも私はもう受け入れたかもしんないけど、そうでもなんか、ね、ギャップがあったんだね。ギャップがもう面白くてずっと話聞いてたいなーっていう、うん、講義会うのも楽しみ。講義違う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 。だからなんか私はもうあの前のアイドル時代から知ってたから、うん、本当ですか。そう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 、でダンスが上手くて頑張ってる子がいるなって思ってたから、あえてこんななんか腰低くてめっちゃいい子じゃんと思って、そうでこんな天然だとも思ってないから。天然ですよね。そうすごい面白かったな。人に迷惑かけない天然だから。そう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 、素晴らしいです。まあ、迷惑かけてなくて、うん、かけてないですかね。大丈夫ですかね。ここにも大丈夫でしょうよ。大丈夫かな。なんかうっかりなんかメールの住所とか読んでなければ大丈夫かな。あみたいな。どこどこに、カミソリさんは、あ、愛知県出身のみたいな。住所本名みたいな。天然ね、ちょっと迷惑かけてね。大丈夫だからね。それ大丈夫。よかった。そうそう、知れば知るほど天然で面白いなって思っている。一生感じられるみたいな。そう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 、感じられる。ホルモンみたいな。そう、ガムかなと思ったらスルメもあるみたいな。わかります。そうそうそう、一生チャーリーとチョコレート工場のなんかガムみたい。ずっとわかんない。あれね、ガム浮かみが。ガム使ってるんだわ。顎使えない。あるんだわ。顎使わない。大丈夫？あ、顎を心配してくれてる。例えるんだけど、ね、ずっと噛めるから大丈夫。大丈夫大丈夫、全然大丈夫かも。さほちゃんは、いや、おもろいからな。最初の印象、うん、あれ覚え、いつですか、ね、いや、一番最初は、あの仕事が一緒で、うん、養成所入りたてですね。4月時に仕事が一緒で、なんかいろいろ教えたりなんだりかんだりして、でもすごい上手だなって入って思ったんだけど、今私がすごいしらすちゃんの好きなところは、うん、なんか私の家に着くまでにある出来事とかを中継しながら教えてくれたりなんかそういう細かいところに面白さを感じるみたいな。なんか駅のホームで正拳突きしてるおじさんがいるんですけど、これはなんかデフォルトですかみたいな聞きましたね。いや、なんかそこで私がなんか言ったよね、あのそれはなんか通りすがりの正拳突きの人だと思うって言ったら、あ、面白いのでアナウンスしますって政権付け方向そうしてたんだもん、なんか、うん、でも確かに喜ぶ子かなってちょっと気になっちゃって、うん、そういう話をね、うん、そうですね、うんうん、私最初のイメージは、うん、でも番組とかで見る姿のイメージが強くて、うんうん、サバサバしてそうだ、可愛いギャップがあってサバサバしてる人だなと思って、うん、いやそれはねなかった。先に先にあの松井さんとか見てたから、あ、そっか、そう、あのそっか、全然抱え方やばくないですね。猫とか前にウサギさん首押しませんそれ。首ってんだよな。なんか2人とかで遊ぶようになってから、うん、あのお邪魔、お家ちょこちょこ邪魔してるじゃないですか、うん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 、やっぱツッコミが気持ちいいのと一生なんかしょうもないことで一緒に笑ってくれるから。確かにしょうもないことで朝までね笑ったりとかするよね。そうですね、しょうもないことが一番だよね。そう、でもいっぱいいろいろ教えてくれるし、だって私がただただひたすらなんか突然インド映画見たいって、うん、なんか何の事前情報もなく言っても、うん、いっぱい用意してくれて、 あとなんかいっぱい食べ物とかも作ってくれる、うんうん、あ、作ったっけ。作ってくれました、うん、ご飯美味しい。あと終電逃してもいいよって言ってくれる、うん、そうだね。逃したら戻っておいでって言ったらなんか逃走中みたいな、成功しましたみたいななんか動画が送られてきたりして、何回か逃してますし、うん、そもそもそうだったね。逃したこともある。今度はじゃあ2人で遊びに来てね。ぜひ行きます。はい、すずめちゃんにも会いに。あ、そうだね、うちの犬にも会いに。じゃあ次は何にしようかな。どうしようかな、どうしようかな。あ、じゃあこれ読んでいきますね、はい、お願いします。はい、壁ネームゆか男控えさんからいただきました。ありがとうございま す。春瀬さん、江原さん、おかえり。あと白洲さんもおかえり。おかえ、ただいま。今年ももう4月、入学や入社、新規一転の季節ですね。私はここ半年で悩んでることがあります、うん、それは指1本ぐらい前髪が後退してしまったことです。ごめんね、これ全然違うことで笑ってるから、全然違うことで笑ってるからね。ごめんね、違うからね。そこじゃない、ごめん、ね、理由話すからね、後で話すから。理由話
される五十嵐さんに対し、オタクは老け込む一方です。そんなことないよ、ね、そんなことない。春瀬さんや相原さんが思うハゲてもかっこいい大人の男性像がありましたらアドバイスいただけますと幸いです。またお二人のこの春してみたいイメチェンもございましたらぜひということで。そうね、なんかさ指一本ぐらいってさそんな多分そうリビタルもんじゃん。そう本当になんかあの ね髪型とかで変わるって思っててビビタルもんじゃんとか言ってたらえ指一本分ですよ結構行きましたねとか言ってこの指この一本分ここなのここじゃなくないそうないねとえどうしよう結構行っちゃったねって話したらどれだけのこれは有意識じゃないですなナッピーがそんなじゃもないじゃんって言ってこのぐらい結構行っちゃってますよって言ったらやっぱ違うみたいでこの1本分とそもそもねどの指でも一緒なんよこっちはね。そうだよ3本分って言ったって結局縦の長さは一緒なんだからね一緒どの指かそれならなんか人差し指ですとかって書くの行き過ぎだろそうだよ3本分は横に並べて3本分なんだわ。いやそうびっくりだ。なんか話合わないなと思って一人でこう言ってるよと思ってみたいなこれは有意識自体ですみたいななんかねそうだからやっぱ分かんないよね指1本分じゃね、うん、こっちかこっちか分かるよ分かるわ分かる分かるわ誰かにしてんのよ。だってさよく合唱の先生とかに言われなかった口指2本分ぐらい開けてみたいな。君こうだと思ってる。こうだと思ってる。すっごい開けなきゃいけないじゃん。縦に2個だよ。それはないよ。それはないよ。そういうことなんだよ。こう。こう。開かないなみたいな。開かないなってなっちゃうよね。ちょっと頑張んなきゃ。こっちでよかった。うんね、でも全然なんかほら、ね、日本人ってそんなにさ、あの頭がさ、あのハゲてる人いない方って言わない？うんうん、海外の人の方がハゲてて、うん、そんなしかも気にしてないっていうじゃん。そうそうだからなんか気にしなくていいよ ね本当に。私は逆にね、うん、おでこが狭いタイプなんだけど、うん、あなるほどね。そう逆に今おでこおでこの方にあの、うん、眉毛あるじゃん、うん、おでこの方に狭いのにこっちに毛入ってきて、うん、おでこがなんか前あもっと狭くなってる前進してってんの前進なんか逆に生えてきてんのどんどん狭くなってくるおでこ困ってる逆にむずいわ困ってるどんどん狭くなってくる逆にむずいわ、うん、なんかいいよねなんかそのどっちの向きにも人間いけるんだぞっていう、うん、その、うん、ちゃんと分けてくれね、本当海外だってめっちゃ気にしてるわって言ったけどなんか私が見たテレビは海外あんま気にしてなかった、うん、しかもあの女性とかが気にしてなかった、うん、一緒にいるパートナーが特に全然気にしたの確かにねで私も別に気にならないし、うんうんうん、うちの家系大体ハゲてるけどみんな気にしてない。あうちも、うんうん、全然気にしてないかもしれない、うん、そうだよなんか本人が気にしてなければかっこいいから、うんうん、そなんかむしろねそなんかあの奇抜な好みじゃない髪型にされるよりも普通に確かにそのままでいてくれてる方が私はおじとか見てていいなって思うから、うん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 、全然いいよいいね、うんうんうん、一緒にパートナーってなってるけどカートナーできるかもしれないしそうですよできなくても全然いいじゃん、うん、一緒に置いてこうぬいぐるみとか抱えとけば大丈夫パートナーうさぎちゃんこの視点だってだからやってんだよなやっちゃってるから、はい、この春してみたいイメチェンございますか。イメチェン したとこですエクステつけたんで。あーそっかそうだそうだそうだ今、ね、そう今いい時代なんですよ特に、うん、あの私とか女子だから割と長めで普段いることが多かったので、まあ、男性でも多分それなりのあの、うん、あれがあればつけたりもできると思うんですけど、うん、エクステつけて気分転換してます、ね、めっちゃいいね。そうこれ自分でやったの。これあの自分でも無理ですね魔法使い自分で無理です。自分でいいのか。すごい自分でやったんかなと、はい、すごいなって思ってたのに。その道のプロに。その道のプロがましたけど。そうちょうどね、うん、その佐保が髪の毛を長く伸ばした日に会ってて、うん、なんかたまたま近くにいて、うん、短いところから、うん、じゃあまた後でねって言って、うん、長い瞬間を見届けました、うんうん、そうね見届けてはいいか変化を見たのかな
え、なんかあれあのアハ体験みたいな感じ、なんか生えてるみたいな、実は髪が伸びてましたみたいな、そういうことじゃなくて、違います、ちょっと日本語おかしいだけです、ちょっとおかしかった。え、ナッピーはなんかまた色変えるとかあれ、あーそうだね、なんかもうちょっと明るくしてもいいし、なんかこうさ薄く前髪作ってもいいし、なんかちょっと遊んでみたい気はするけど、でもちょっとな、あのスズメの、あのトリミングにお金かかるし、ね、スズメのイメチェンに今興味がある。ええー、かわいい。そうなのよ。スズメがね、すぐあの北大路欣也さんみたいにこう、そんな結構外カールになっていくから、おしゃ伸びるの早い。そう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 。だからちょっと髪の髪耳のね、耳の毛をちょっと短くしてみようかなとか言いながら、そう、ちょっと毎日喋ってる。スズメに。かわいい。家族が増えるとね、その家族のねイメチェンとかも選べますもんね。そうそうそう、うん、なんか伸びてくるとひんやって言ってる。目力がすごいあるからすごい伸びてくると外にこうカールしてめっちゃ北王子さんなんや。北王子さん、そう、なんかひんやってそろそろ行かないかね、主力な北王子スズメちょっと北王子さん、もしかしたらスズメちゃんがもしかしたらね、うん、あのキンヤって名前で覚えてるかも。でも伸びた時限定だから。そう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 、確かにもうちょっと大きくなったらね、そ自分はキンヤなんだって思えるかもしれない。もしまったらちょっとね、すごい早めにトリミングに出ていかなきゃいけないけど。確かにでも可愛いですね、可愛い、可愛いですよ、いい、ね、はい、うん、じゃあどうしよう、今日やることいっぱいあるし、 そ、ね、そろそろ後半に行く。後半はね、しらすちゃんがなんと、そう、しらすクイズを考えてきてくれて、自分のクイズをね、考えてもらったんですよ。そう、簡単すぎて、もやっぱ2人はちょっと長いじゃないですか。もう私のもうクイズなんてもう全部正解しちゃうかなって思うぐらい簡単なクイズなんですけど、今日は全部正解しないと、もう作法のラインをブロックするって言ったから、なんでさ、私がブロックするんじゃなくてそっちがブロックするの。絶対当てるんだから。おかしいやろ。当たんなかった、ごめん作法。ブロックする理由探しとったやろ、それも。もう絶対当てるんだから。そう、だからもうアリさんにも事前に聞いたら、もう絶対全部当ててやるって言ってたんで、全部当ててやるって思ったけど、なんかさっき一瞬問題見たら、なんか全然確かに私もあれでも一番難しい問題、難しいやつ、難しいやつか、はい、もうやっぱり5問あるんでね、うんうん、でもありがとう、5問も考えてくれたり、そうだよね、だってほら結構長いからね、そうですよ、もう見てる人にも簡単かもしれない、そう、見てる人もね、当ててほしい、うん、ねえ、楽しみに、ねえ、サホファンが、そうだ、サホファン当てなかったらダメだよ、すっごいプライベートな、あんなこともこんなこともクイズにしちゃってます。頑張れよ、それ使っちゃってるじゃん。頑張れよ、ふざけちゃんの気持ちで頑張れよ、ふざけちゃんです、みんな絶対当てるんだよ、うん、で、その後ね、この今ちなみにしてるチキン当てゲームもしちゃうんで、チキンクイズもするから、うん、もう盛りだくさんなので、ちょっと、うん、今日はね、この辺で、はい、一旦後半に行きたいと思います。後半で会いましょう。はい、じゃあね、バイバイ。